はい、皆さんどうもこんにちは。下町ぶっ飛びチャンネル、ケンズーです。今日はいい天気ですね。今日はこれ、もう今日は暑くてどこも釣れないということでね。で、最近逆さ川が全然釣れないらしいっすわ、情報によると。ということで今日は俺とダーマさんで、あとリョータ、ここの魚のバスの釣り方っていうのを教えていきたいと思います。こんな感じですね。大口バス、小口バス、ブルーギル、アメリカナマズはリリース禁止ですって書いてありますが、ダーマさん全然ここ最近釣れてないらしいんですけど、はい、どうすか俺なら釣れるぞと。まあいけるじゃないかなと思います。みんな全然釣れないらしいですよ。クレーム来てますよ。クレームが、あれ嘘なんじゃねえかって俺らが釣ってるやつを、うん、だからね、嘘じゃねえっていうのをね、見せてやるか、今日見せてやろうか。そうしましょうね。っていうことで今日のゲスト、あともう一人、リョータです。そしてダーマさんです。じゃあ行きますか。はい、見せてやりましょうか。これ撮ってるからお姉さん、 YouTube YouTube チャンネル登録してよ。ほら食った、ほら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 、え、来てんの、食ったよ、ほら食ったよ俺に言わないよ、ほら俺に言わって、俺まだワンポイント、はいはい、あ、でかい、お姉さん、これ釣れたわ、うん、これでも釣れたよ。はい、来たよお姉さん、おいしょー、あ、でかい、でかい、当たり方が全然違うもん。濃い濃い濃いじゃないよ、ブラックバス、ほら違う魚、やっぱりバスの方が引きが全然違うわ、ほらね、こうやって釣るんだよ。入りますよ、これあのビニールないから、一個ビニール、うん、釣れるよ。うまい、あのそこからドリフト、そうするとこうやって流れてくるから、でこうやって流れてるところで、この辺で食ってくるから、で帰りますね、うん、バイバイ今日大量だね、誰だバスいないって言ったの。っていうことで今20分ぐらい試しましたけど、バスいます？2本出ました。1本ちっちゃかったですけど、1本はね、なかなかいいサイズでしたよね。逆さ川、普通に多分今日の感じですと新しい魚入ってきてるっすね、これ芋ですね、芋系コロコロ転がしてりゃ釣れます。
さあ帰ろう。はい、今日のリグです。これゲイリーのなんちゃらってやつですね。名前忘れちゃったけど、これで今日ポン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 出ました。もうひたすら放置っす。